はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は空母戦キッズ三五回回戦リベンジやっていきたいと思います。まあ、前回残念ながら三五回回戦史実通りとはいかず、味方がやられてしまうという結果になりましたので、今回はなんとかねこれをリベンジしていきたいと思います。では早速三五回回戦を選んでいきます。で設定はご覧の通りデフォルトの設定です。日本軍とアメリカ軍、基本同じ設定になってるんですが、唯一違うのがダメコンの成功率ですね。ダメージコントロールの成功率が日本軍 30% に対してアメリカ軍 70% と。ここは、まあ、史実の設計がある程度反映された形になっているのかなと思います。では、開始していきまーす。まずは艦隊の移動なんですが、どう移動するかだな。敵の位置が全くわからないので、まあ、一旦合流しましょうか。一旦合流を図る。まあ、戦力はね、同じところに置いておいた方がいいのか、別々にしておいた方がいいのか、本当に微妙だと思うんですけど、この空母戦に関しては、はっきり言って別々にしておいた方がいいんじゃないかなと個人的には思いますね。同じところにいると敵に一気に発見されてしまうんで、まあ、今回はあえて合流する策を選んでいますけどね、そうは言っても。で、武装は標準装備を武装します。いや、ちょっと待って。本当にそれでいいのか？冷戦だけど。まあいいか。標準装備にしときましょうか。そうだね、艦爆も一旦標準装備、いや艦爆19のうち18を、そうだね、標準装備一機だけ標準装備にしとこう。これでいこう。でこの後ですね、武装変更が終わったら早速飛行甲板にあげます。空母戦機はですね、基本的に大気甲板と格納庫とあって、格納庫で武装を整えたら、その後大気甲板にあげて、そこから発艦して攻撃して戻ってきたら格納庫に戻して武装をもう一回つけてあげると。これがワンセットになります。で、今ご覧いただいている昇格の場合だと、格納庫が77あって、飛行甲板サイズが45です。ちなみに随伴している随格も昇格と同じ姉妹艦なので、全くサイズは同じになっています。ただし、航空機乗せてきている数がですね、昇格が51に対して、随格は45でした。で、今回はですね、艦高が6余ってしまってるんですけど、これ爆撃機の数を減らして、逆に艦高の数を増やします。あくまでも敵の空母、これを仕留めるというのを前提に艦高に変えます。で、随格のはね、持ってきてる飛行機45に対して飛行甲板が45で全機上げているので、このまま進めます。夜の間はね、航空機出れませんので、時間を進めていきます。問題は敵がどこにいるかだな。ここまで敵のいそうな場所が全く分かってないからね。さあ、夜明けです。直面を上げましょう。で、ここまでですね、僕の空母戦機2ご覧いただいている方は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、戦闘機の運用はですね、基本的に3つのグループに分けます。直縁の A、直縁の B、護衛という形で3つに分けて、直縁の A、B は基本交代制。常に上空に直縁を回せておくと。で、敵に攻撃を仕掛ける場合には護衛機を発艦させるということで、3つのグループに分けます。昇格の場合、18機の戦闘機、冷戦に1持ってきているので、これを3つのグループに分けると、6機ずつ3グループになりますね。
で、搭乗員は熟練搭乗員から新人搭乗員までバランスよく配置します。いざというときは、ここぞというときは、熟練搭乗員を惜しみなく使っていきますが、まあ、ここはまず初回なので、平均的に乗せていきます。で、直縁対象はもちろん MO 機動部隊の方にしますね。で、昇格の方は、高高度に張っていて、ごめんなさい。昇格から出た直縁隊は高高度に張っていて、もし敵が中高度、低高度から侵入してくる場合には降下するという設定にしました。で、随格の方も高高度に待機しているんですけど、降下するかどうかは任意にします。随格のね、搭乗員の判断に任せましょう。で、肝心要の索敵隊を。で、昇格からも一機、冷戦、いや、艦爆を出しましょう、艦爆。で、基本 80% にして、さあ、どこを重点的に索敵するかだな、索敵するかだな。数は決まってますからね。数が決まってる中で、どう、やりくりをしていくのか。もうここはね、本当に、ある種の運任せにはなってきちゃうのかなと思うんですけどね。まあ、そうは言ってもね、運に任せてだけというわけにはいかないので、当然、漏れがないようにやっていきましょう。先に敵を見つけた方がね、圧倒的に有利ですからね。これに関してはもう間違いなく。よし、こんなところでいいかな。では、索敵隊出します。敵を発見してくれればいいんだけど、今のところ敵発見の報告はなし。この方位に敵はいないというのが分かりましたね。攻撃隊。どうする？攻撃隊出す必要があるかどうかだな。いや、やめておこう。まだ残ってる。まだ残ってるので。索敵隊を出します。いいな、さっき見つけられなかった場所にね、今度は出していく必要があるので、注意をしていきます。さっきいなかった場所にいるのは間違いがない。じゃあどこにいるのっていう話だからね。これででももう180度はカバーしたよね。180度はカバーした。問題は索敵していない場所に敵がいた場合どうするのかと。いないか。これだけ探しても敵がいないか。ということは、より左側にいるってことだよね、艦隊よりも。よし、それが分かれば、索敵攻撃を出しましょう、高高度から。冷戦は、6機。敵を見つけたら、閉めたもの。なんとか敵をね、先に見つけて、なまっちゃいましたけど、先に見つけて、先制攻撃を仕掛けましょう。
先制攻撃さえ決まれば、そこで圧倒的優勢に立てますからね。これで、全方位のうち、どうだろう、7割ぐらいはカバーできますよね。7割をカバーして敵を見つけられなかったなら、もうしょうがない。持てる航空戦力を考えた場合はしょうがない。割り振っていく。割り切っていく。いない。マジか。どこにいるんだ、本当に。やってくれるな。作敵隊直縁隊、終了しましょう。さあ、直縁をもう一回上げます。今、直縁が全部下がった状態になってるので、これ非常に危険です。とはいえ、本当に敵がやってきたとき、この直縁の数で持つのかというのはあるんですけどね。索敵機今回飛ばせるものがないよな。攻撃隊を出してみる？索敵機、高高度、前期。もう敵の場所がわからないからね。観光が戻ってきてるけど、観光だけで出すのは危険だな。ちょっと見送りましょう。本当に敵の居場所が分からなくなってるからね。もう一度仕切り直し。直縁隊は上がっているので索敵隊を出します。さあ、どこにいる敵を。もうでも本当に居場所がわからないよね。この下側にいるってことなんだろうけど、本当にいるのかなっていう。まあ実際に見逃してるってこともありますからね。このまあ、実戦でももちろんそうですけど、ゲーム上でも見逃しがある設定になってるので、実際に敵がいる方位に飛んでいってたとしても見逃してしまっているということは十分にあります。いや、本当に発見できない。どこにいる。お互いに発見できてないというのが唯一の救いだ。一方的に発見されてるともうドキドキしちゃって話にならないけど、お互いに索敵し合ってるっていう状態ですね、今。さあ、直縁を上げます。直縁の数をもうちょっと増やしておきたいかな。だから自分で編成するんだったら、直縁の数をもうちょっと増やして艦隊のね、保全というのを最優先に考えたい。さあ、索敵隊だ。どの方位にどう索敵を出すか。今だって下側ももう索敵出したでしょ。となると残ってるのはどこなのっていう話だからね。いやー、全然わかんねえなー。全くわからないからね。いや、敵発見できずか。もう攻撃隊出しましょう。で、索敵攻撃で高高度艦爆を出す。冷戦は一度出してしまって、
マジでわからないからね、今。どこにいるのっていう話よ、敵が。いやー、敵発見できない。本当に発見できない。どこにいる？この索敵の試合というのがね、まあ実はこの空母戦記の個人的にそうは言っても好きなところなんですけどね。もう見つけられたら、先に見つけたら勝ち。先に見つけられたら負け。もうそれだけです。直縁はまだ上がってる？上がってるね。索敵隊も戻ってきてないので。このままだ。攻撃隊もどうする？索敵攻撃出す？低高度から直縁は出せないな。これで今攻撃隊艦爆についていってるので護衛機が、艦攻が索敵に出てそれに護衛機をつけたら次のターンで、上空の直縁がいなくなる。それはダメだ。やめましょう。オーバーになってる昇格も、ああ、やっちまったな。2機を失うのか、もったいないことしたな。もうしょうがないね。ただでさえ貴重な戦力を。直縁を上げる。13機で上空を守るというのが、まあ、数的に十分かというと決して十分ではないですけどね。さあどこを狙う？見逃してたりするともうお手上げだからね。基本的に見逃していない、しっかりバッチリやってきてくれているっていうのを前提に敵の位置を探り当てる。皆さん本当にね退屈されてしょうがないと思うんですけど、やってる方はね結構ドキドキしてるんですよ。先に見つけられるのか、逆に先に見つけられてしまうのか。先に見つけたもん勝ちですからね、完全に。このゲームは。ついに発見した。敵を発見しましたね。この TF って出た、これが敵の艦隊です。空戦発生、敵の直縁は15。場所は分かった。ここだな。ここ。攻撃隊出すかどうか。微妙だな。索敵攻撃。観光。届かないね、そもそも。よし、艦隊を。前期。敵のいた場所へと向かっていきます。方面果敢に敵に向かっていく。直縁を上げます。お互いがお互いに索敵をし合ってる中、先にこちらがおおよその敵の位置をつかんだというのはかなり大きい。まあおかげでね、偵察機を2機失いましたけど、それにしたって敵のおおよその位置をつかめたというのは、むちゃくちゃでかいので、
ここにいるはずだ。ここにいる敵を見つけ出す。ここにいるはず。ただ、いやー、そうだね。ここにいるはずだね。ここにいるはず。ここに集中的に送り込む。これで接触し続けることができれば、次のターンで敵を壊滅させる。壊滅したかー。まあ、ただ、一応残ってくれた人もいるね。であれば、ここで前期を持って攻撃を仕掛けていきましょう。通常攻撃。中高度から、艦爆13機を出す。艦攻14、艦爆。いやー、難しいな。艦攻か艦爆か。敵に魚雷をぶち込むなら艦攻。敵に爆弾を落とすんだったら艦爆。どっちがいいんだろうな。もう我々はね、敵の戦力を知ってますよね。後世の人間なので。敵はレキシントンとヨークタウン。正規空母2隻。ここで、艦爆を使うべきなのか、艦攻を使うべきなのか。ちょっとこれは、セーブしましょう。セーブをします。で、その上で、ここは、急降下爆撃を選択。高連動、熟練搭乗員に任せましょう。攻撃エリアはもちろん敵の中央エリア、空母を目指します。目標監視は敵空母。頼むぞ。で、随核からは、うわー、航続距離不足か、しょうがない。となると、おのおのが通常攻撃。いや、待て。いや、通常攻撃だな。で、ここだよね。まず、昇格が先に出て、昇格は何をするかというと、敵に対して、急降下爆撃を仕掛けます。そうすると、敵の直縁は高度が下がります。そこに高高度から水平爆撃をぶちかます。いや、ただ、水平爆撃がハマるとは思えないんだよな。いや、でもここは水平爆撃にしよう。高連動優先、熟練搭乗員の勘に任せよう。これでいく。で、敵の中央エリア、目標監視は空母。これでいきます。しっかり仕留めてきてくれ。敵の直縁が16、味方の直縁が6、艦爆走が13。いやー、厳しいな。もうだってさ、冷戦が2でさ、艦爆1だからね、この時点で。何もできないよね。これだと。まあ、しょうがないかなっていうのはよくわかるけど。敵の対空防御が本当に強いよ。アメリカ軍、だいぶ壊滅したからね。マジか。ひでえもんだな、これ。ようやく敵の位置を知ることができたのに。直縁は今いるので我慢して、索敵は次出せるのがいない。ついに敵上空に敵索敵機が現れちゃったね。これで敵にこちらも見つかった形になりますね。攻撃隊を出す。全艦を持って通常攻撃、魚雷攻撃を行います。熟練搭乗員はさっき出払っちゃったからね。熟練搭乗員をもってしても仕留められなかったとなると絶望的だな。ただここは敵の直縁が1機しかいない。このタイミングだったんだな。さあ、しっかりかわしてくれ。4機残った。
2機残った、2発で25、1発でもいい、当たってくれ。ぐは、これだ、一発とはこのことよ。随核の攻撃隊はどうなる。11機残って、4機残って、で、あ、壊滅した。これなんだよね。敵のさ、対空防御強すぎません？日本に比べてっていう話だよね。いやー、やってくれるなー。これ敵にアタッチされてるので、次のターンで敵が退去して押し寄せてくるよね。とりあえず直縁を上げましょう。直縁を上げないことには話にならない。まだ諦めるのは早い。まだお互いノーダメージですからね。まあ、お互いノーダメージっていうか、こちらはノーダメージで向こうは少なからずダメージを受けてるからな。策敵隊を出す。敵の位置は分かっている。ここだろ？ここでしょ？で、一応敵が動いていてもいいように、ここにも出す。常に敵にアタッチしておくことが重要なので。ま、残ってくれ。ちょっとでもいい。残ってくれ。撃墜されてる。3機撃墜されてる。ここは撃墜したね。OK だ。撃墜することが重要だからね。では攻撃隊出します。いやー、攻撃隊戻ってきていない。直縁は上がっているので OK だ。策敵隊を出す。策敵を出すにも策敵隊が戻ってきているのがちょっとしかいないな。どこに移動したかだな、敵が。まあ、ここだと思うんだけどね。残っててくれ。なにー、ここで敵を見失ったか。これなんだよな。空母戦きつい。重いわ。ちょっと索敵機の数増やすか、そうすると。その必要性をちょっと感じますよね、これ見ると。直縁を上げる。どうしてもね、敵の方が空母の規模がでかい分、まあ有利ではあるものの、先に敵を発見したらそんな不利は、瞬く間に挽回できるので、まずはここで敵を確実に撃墜する。撃退か。これだとね、敵に位置がバレるんですよね。我慢だな。28機やってきたよね。そうだよね。そう思うよ。でさ、ここで撃墜できる数がまず少ないのよ。味方の、まあ確かに直縁の数は少ない。まあそれはいいよ。で、この後なんですよ。この後。ここ。対空防御がさ、もうほんと全然違うんだよね。いやー、やられたー。やられました。
味方もさ、もうちょっと対空防御しっかりしてよ。ダメコンもね、成功率 30% だからね、こっちは。という感じですね。ちょっと空母戦きつい、難しい。なんかちょっと空母戦きついのね。セオリーというか攻略というかこんな感じでどうっていうのがあったらぜひ皆さん教えてください。残念ながら今回も3号回回戦うまくいかずでした。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。